はい、リシで行こう。ノイルッツ、マスダイ、ハヨランって感じよけ。無駄にする時間などない。おう。まだあんのかよ。信念を貫くべし。この戦い敵のチャンピオンから退却。行こう。時間などない。感覚を研ぎ澄ませ。やれるんだそれ。敵を見失いました。逃げ中です。終わった。移動中です。この戦は終わりなき使命。あ、ミスった。最悪。マサイロン、河川敷の印象が強いこいつ。
この戦い、良き試練になりそう。敵チームがリフトヘラルドを倒しました。毎回帰れよ。待って、赤バフ狩られたら最悪だな。間に合うかな。なんかもう育ってるし、これ買うか。ラフターだけ？ラフターも狩られてないの？なんか猫懐いたんやけど。敵を倒しました。うま、俺。俺リーシーうまいな。なんかリシなんか猫懐いた。こんなこともあるんやな。忍び足だ。敵のチャンピオンから退却。移動中です。猫めっちゃ懐いた。猫めっちゃ懐いたんやけど。ナイス。ノイルツ、ユーミッチは6に勝たせてもらって自分に乗って最後は6に戻るだもんな。わら。移動中です。うよ、ユーミ乗ったリーシン、ついえ。移動中です。危険。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。ユーミ付きやべえ。無双やん、こんなん。
ユーミってやばいんやな。遠藤武志、動画化ですか？動画化もかもしれん、これ。強すぎる。いや、でも、リーシンでもかなり強いけどな。すげえ。マジ強えな、これ。あれは行かなくていい、これは。おっしゃやったー懐いた猫。リーシン楽しかったな。勢い乗ったリーシンやべえ、ユーミと一緒に。ダメージ。ダメージ。簡単に。リーシンのさ、リーシンのコンボ講座しとく？これさえできれば、あなたもリーシン使い。ムエタイスキンな、強くなるわ。あの、ムエタイスキン買った方がいい、マジでみんな。いや、ユーミの見切り早かったね。千堂武志、ユーミの見切りは安い。いいね。でもめっちゃ強かった、ユーミ乗ったら、マジで。簡単リーシン。だリーシンのでも大事なのってやっぱ Q ちょっと遅らせるとかだよな。ミニオンが出撃しました。リーシンの Q ってさ、もうこう打った時点でさ、クールタイム走ってるからさ、もうここで打った方が早いんだよね、クールタイム。そうやってやるより、まあそれも大事だし。俺がさっき最初に失敗したのがこれね俺が最初に失敗したやつ、言うだけ当てて、アルティメットでインセク。まあ、あとシンプルにこれでもいいしね。まあ、こっちとか、これの難点として、まあ、こう壁際の時にこうできないっていう、この。けど、壁際の時できないけど、こうやってやれば、まあ、壁際でもできますよっていう。いうのと、まあ、あと俺がよくやるのは、まあ、アルティメット蹴って Q 通常いい。これめっちゃ簡単。これが一番簡単まであるよな。まあ、どっちでもいいけどね。もう球当ててからでも。これでもいいし。まあ、でも確実なのが、アルティメット打ってからの球って確定だから、まあこっちの方が丸い。あとでもミニオンがいるとあれだからね。ミニオンがいるとダメだから、まあ、こういう風に。こういうのが丸い。
まあ、ぐらいかな。まあ、この、ちょっと、縁の、あれだけ待って、まあ、こういうのとかね。もう強い。まあ、スキルヘイスト入ってたら、これで。で、あと、まあ、ジャングル帰るときって、リーシンでこの、スキル使った後の2発早くなるから、まあ、それ意識しながらっすかね。やっぱね、この、あ、めんどいな。当たってくれよ。こうより、この、アルティメット、まあ、フラッシュした方が、この、あ、ミスター。あ。あー、出した、兄さん。ナイス。俺もブランド6レベルのタイミング時とか、兄のとこ行こうと思ってたんだけど、ソロキルしてたから、マジナイス。Q アルティメットでやると、ダブルで戻れるっていうのが、まあ、強いかなって思います。以上。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うぃー。